を抜くな。クレス先生直伝の剣技見せてやる。魔物なんかに負けてたまるか。そういえば前にクレス先生がすごく強い魔物この森の主を探してるって言ってたな。急いでるし今は会いたくないけど。修行の成果を。手加減はしないぞ。マジンケンかわせるか。アサルトダンス。ライト、ライトニング。だまだ。これがみんなを守ってあげる。これが最後だ。俺には頼もしい仲間がいる。すごく心強いよ。ああ、同感だ、ルドラ。皆の力と心を重ねて戦おう。あと少しだ。一気に決めるぞ。ハイアーダンスカイ。この程度か。他愛もないな。よし、森を抜ける。修道院はもうすぐ。修道院にいる孤児のみんなはあの子たちのこと悪く言う人もいるけど、だからこそ俺がナッシュは確かにいたずらもするけど強盗なんてひどいことはしない。ナッシュはトガビトなんかとは違う。待ってて、すぐに俺が誤解を解いてあげるから。なんて身のこなしだ。一瞬で後ろに回り込んだ。もう帰った方がいいよ。無理して通ろうとするなら、それ、私が、ね。やめてくれ、ミゼラ。俺たちは、ナッシュはここにはいない。だから、俺たちがそれを確かめてやるって言ってんだ。いや、いたこの中には小さな子供が、今のあなたたちみたいに、怖い顔してる、だから、通せないの。そうは言ってもね、これは強盗事件なんだ。村のばあさんが怪我をさせられたんだよ。ちゃんとナッシュには事情。あの子はやってない。確かにいたずらはするけど。そんなもんわからないじゃん。ミゼラ、カナタ、平気だった？ミゼラ、俺が来てあげたからもう大丈夫だよ。うん、カナタが来てくれたからもう大丈夫。俺十分やられてたんだけど。皆さんもうやめてください。ナッシュは犯人じゃない。いや、しかしな、あの子に盗み癖があるのは。うちの野菜もあのガキに取られたんだ。確かにあまり裕福ではない皆さんから物を盗んだのはとても。みんなお金がないなりに一生懸命生活してるのに盗みにあったら、そりゃそのことはごめんなさい。俺が代わっ。悪気はないんだろうが、バカにされてる気。でも今回は違います。ナッシュは強盗なんてしません。俺が保証します。大変だ。
怪我をしたば、どうした？たった今、そんな。くそ！なしはどこだ！ナッシュ！くそ！ま、ゴードン！隣町の荒くれ者がどうしてここ？俺見たんだ！雑貨屋に盗みに入ったゴードンが、ば、でもそれをゴードンに見つかって、誰にも言わない。そういうことだったのか。おい、てめえら。痛い目会いたくなかったら作るんじゃねえ。許せない。おばあさんを襲うなんて。許せなかったら、罪を犯した奴には容赦なんてしない。行くぞ！逃げた。森の方に行ったな。大丈夫、俺が追いかけますから。待って、カナタ、私も行く。え、でも相手はすごく悪い。危なかったらカナタが守ってくれるでしょ。うん、そうだね。ありがとう、カナタ。じゃあ気をつけていこう。押し切ります。刹那の巨人、バニッシュフロー。これでどうです？グランシャリオ。まだまだ。マジンケンス。かわせるか。アサルトダンス。決まりだ。鍛え直してやる。これが最後だ。はっ、せやっ、えいっ、えいっ、まだまだ。これでもか。そうだ、俺に任せてくれ。俺たちに立ち下がるにはまだ足りないな。ゴードンはこの森に入っていったみたいだね。そうみたいね。ひどすぎるよ。強盗に入っておばあちゃんを殺し、そんな悪い奴を野放しにしてたらみんなも安心して暮らせない。どうしたの、ミゼラ。カナタはいつもまっすぐ、私には分かってたよ。カナタは、とにかく、今は急いでゴードンを見つ、ここは魔物もいるし、気をつけながら進まなきゃ。ちゃんと俺についてきてね、ミゼラ。うん。いつだって私は、カナタの後ろについていくよ。このくらいなら余裕ね。ミゼラ、俺の後ろに。うん、そうするね。マジンケンス、かわせるか。アサルトダンス。これでおしまい。こんなものか。
だまだいけそうね。いた、ゴードン。こんなとこまで追ってきたのか。もう逃げられないぞ。お前を捕まえて騎士団に引き渡す。待って、カナタ、何か聞こえる。これは こんなやつ初めて見る。まさか、カナタ、クリ、俺がみんなを守ってあげる。マジンケン、なんだ今の攻撃。やっぱりクレス先生の言ってた森の主ってこいつのことなの。ダメだ、カナタ無事か。え、あなたは。立てるなら立ちなさい。無理ならおとなしく寝ていて。一緒に戦ってくれる。やれます。そうか、なら油断するな。行くぞ。まばゆき雷光ライトニング、ヘルスクロー、ハハッ。追う必要はない。どなたか知りませんが、助けてくれてありがとう。でもどうして。君たちは悪い人間には見えないし、勝手に面倒ごとに飛び込まれてこっちはいい迷惑だけど、不満なら無理に私に付き合わなくとも。冗談でしょ。私はあんたから決して目を離さない。理由をつけて逃げられるとは思わないことね。そうだったな。あの、ああ、すまない。こちらの話だ。自己紹介がまだだったな。私はカナタです。彼女はミゼラ。この辺りの人じゃないですよね。二人はどうしてこんなところに。探している奴がいてな。迷っちゃったんですか。よく見ると服もみつぼらしいし困ってるんで。よし、俺が何とかしてあげますよ。何あんた。何ですか。よせ、ベルベット。それよりカナタ。何ミゼラ。ゴードンが。あ、いない。逃げられたのか。魔物と戦ってるし。おーい、ミゼラー。あとカナ、ナッシュ。話も聞かずにさっさと飛び出すなよカナタ。いい格好しようとしちゃってさ。ナッシュ、何か。追いかける必要なんてないんだよ。ゴードンがばあさんを殴ったところ、俺のビジョンオーブにしっかり映っ。罪の投影か。このビジョンを世界中の奴らに。見ろよ、ビジョンセントラルに。こいつ隣町のゴードンじゃないか。許せないな。なんだ、俺のビジョンオーブが。
なんてひどいことを。おばあさん相手にこんな悪人は裁く。いなくなっちゃえばいいのに。消えろよ悪。消えちゃえ。消えろ。消えろ。私たちも行くぞ。ほんと勝手なやつね。ゴードン腕に紋章が。あれが罪の刻印。罪を犯しみんなが執行を願った。うん、ゴードンはトガビト、トガビトだ。あれが来てくれた執行者だ。